さあ、つらかろうぜ。やってるな。ビクターさん。助けて。何も殺すこと。半端な仕事をしていると長生きできねえぞ、ユーゴ。一緒に来な。おめえに話が。一晩中どこをほっつき歩いとるんかの。あれじゃよ、誰もに行くなどと言って夢中でチップを貯めとる。バカじゃの、誰もに行けると本気で信じちょるとはの。3年前俺はおめえに言ったな、1000万チップ出せばザレムに送り届けてやると。はい。普通に働いたんじゃ1週かかっても貯められるかどうかって金額だ。それをおめえはたったの3年で稼ぎ出そうとしてる。驚きだぜ。それほどでも。俺はおめえのように度胸のある奴が好きだ。わかるか？俺はおめえを飼ってるんだぜ。照れるな。まあ、グッとやれ。この先はザレムに納入する混ぜ物なしの本物なんだぜ。ほう。どうで、ザレムの味がするだろうが。ユーゴ、言うまでもねえが、外のファクトリー直営農場で収穫された食料はこのクズ鉄町で加工を生成され、ファクトリーのチューブを通じてザレムに納入される。クズ鉄町に出回る食料は余り物のゴミみたいなもんだ。俺はその納入ルートを管理する立場にある。これを利用しねえ手はねえだろう。どうだユーゴ、俺の下で働いてみねえか。でも俺ザレムに。ザレムに行ってどうする。ザレムでこじきでもやるか。それで満足か。ザレムの物資の一部をごまかして闇ルートに乗せりゃたんまりと稼げるぜ。ザレムの人間と同じ贅沢な暮らしだって夢じゃねえ。まあ、よく考えな、ユーゴ。よせよ。ユーゴを悪い道に引きずり込んだりしたら許さないからね。じゃあな、ユーゴ、いい返事待ってるぜ。ユーゴ、しっかり。頭が痛い。はい、お水。お酒なんか飲むからよ。俺はもうガキじゃねえんだよ、酒ぐらい。ユーゴらしくないな。何かあったの？それよりおめえ何しに来たんだ？その、ただユーゴの顔が見たくなっただけ。ガリ、おめえ夢があるか？俺がザレムに行きたいのは贅沢がしたいからじゃねえんだ。高くて遠いところにあるから届きたいんだ。分かってるよ。そこ行けばこの街にはない景色が見られるような気がしてさ、それだけなんだ。ねえユーゴ、ザレムに行くのにどれくらいかかるの？お金。え？高級オイルだぜ。注油してあげるよ。一発頼むぜ。毎度。
小僧。それがお前らの手口か。脊髄強盗の現行犯だな。顔を見せろよ。マスクを取れよ。やろう、ユーゴを離せ。ユーゴ、バカ、逃げろ。しかしお前はもう賞金首だぜ、ユーゴ。ああ、ユーゴか。何？どういうんだ？客になりすましたハンターウォーリアが、その男児がやられて、名前も知られて。今まで貯めた金をみんな持って俺のところへ来い。ザレムに行ける？ザレム？そのことは来てからの相談だ。いいな、必ず来るんだぜ。はい。バリキ、ここのところ負け続きであります。ダンジ、クソ。おっ、危うしザリキ、全く一方的に押されている。タコ、ザーリキもそろそろ改造が必要だな。頼むぜ、チレン先生。ダメよ、もう私は。私の持てる技術は全て尽くしたわ。そして負けた。なんだと？ねえ、ザレムにはいつ行けるの？はあ、立て続けにこれほど手強い賞金首を仕留めるた。ガリーか。こらいけるぜ、少女の格闘チャンピオン。いいぞ。待ってよ、こいつは確かユーゴのところにいた。ガリー？お、知ってるのかい。そうかい。コロシアムで戦わせるの、ガリーを。無論、これ当たるぜ。ガリーがあなたの言いなりになるかしら。なると思う。賞金首になった恋人の命を救うためとなるやな。先生、ガーリーを見つけ出し俺に知らせろ。卑怯な。それが済んだら望み通りザレムに送ってやるぜ。最近の荒稼ぎはどうしたことだい？ガリー、君がハンターになったのはお金のためじゃなかったはずだろ。私、お金を貯めてユーゴと一緒にザレムへ行くの。ガリー、誰がザレムに行けるなどと。君は自分の気持ちを彼に打ち分けたのかい？ううん。ユーゴは君をどう思ってるんだ？呆れたな。そんな風で。賞金首リスト速報です。ナンバーセブン、ユーゴ、脊椎強盗および殺人。ユーゴ、賞金8万チップ。繰り返します。ナンバーセブン、ユーゴ、脊椎強盗および殺人、賞金8万チップ。
950万チップか。もう少しだったのにな。ユーゴ、ガリか。本当にやったの？どこへ逃げるの？逃げるもんか。町へ戻ってベクターさんのところへ行くんだ。俺はまだザレムを諦めてねえんだ。無茶よ、ハンターたちが狙ってるわ。俺はただクズ鉄町を抜け出したいってだけでザレムに憧れているわけじゃねえ。これは戦いなんだ。俺とクズ鉄町との。どんなにちっぽけでも俺には俺の夢もプライドもあるんだ。クズ鉄町なんかに潰されてたまるか。暗くなったらここを出る。お前は帰れ。巻き添えを食わねえうちにな。じゃ。ユーゴ、私ユーゴが好き。ユーゴはどう思ってるの？私のこと。何突然バカなこと言ってんだ。帰れよ。共犯だな、俺たち。さっき電気の味がしたぜ。電池を舐めた時みたいにピリピリした。雷のせいだよ、きっと。こういう日には体が帯電するんだって。ずっと気になってたんだけど、その手首。これはアンちゃんの形見なんだ。形見？俺には年の離れたアンちゃんがいてさ、その奥さん、つまり姉ちゃんだけど、その二人が親代わりに俺を育ててくれたんだ。ファクトリーの技師だったアンちゃんは働き者で、姉ちゃんはとっても優しかった。アンちゃんはいつもザレムを見上げて憧れていた。いつかザレムに行ってみたいって、それがアンちゃんの夢だった。そしてついにアンちゃんは夢を実現させようと思い立った。アンちゃんは気球でザレムに上がろうと考えたんだ。人が乗れるような空を飛ぶ道具を作るのはファクトリー法に触れ、もしバレたら賞金クビになる。でもアンちゃんはそれを覚悟で夢にかけたんだ。俺が10歳の時、気球は完成した。でもその日の夜、ハンターウォーリアが。姉ちゃんが裏切ってファクトリーに通報したんだ。ハンターが？それでお姉さんは？さあな、どっかで他の男とでも暮らしてんじゃねえの？私、わかるような気がする、お姉さんの気持ち。愛してる人が自分より遠い何かに見せられていたら嫉妬を感じるわ。おっかないことを言うなよ。最初のうちは彼に合わせて同じものを見ようと努力するけど、そのうちついていけなくなって町と一緒に自分も捨てられたと思ったんだわ。憎くなったのよ、それで殺した。それじゃあお前も俺をザレムに行かせたくなければ俺を殺すしかねえな。そうだね。どうしようかな。
殺しちゃおうかな。あといくらあればザレムに行けるの？50万チップ。いいわ、ベクターのところへ送り届けてあげる。え？私はそばにいる大切な人から目をそらさないわ。私もこの近くに今まで稼いだチップを隠してあるの。60万チップはあるわ。それを持ってザレムに行くのよ。うまくいったら私もすぐにチップを貯めて後を追うわ。でもいいから、さあチップを用意して。ああ、どの？おのれ、キリン！一足遅かったな、ガリ。グリシカ以来ことごとく先を越されたが、その小僧の首はわしのもの。兄弟揃ってわしの手にかかった運のいいやつよ。よくも私の優雅を。ほう、そういうことか。しかしハンターに情けは無用。わしを恨むならかかってこい。わしとてこんな小僧の首よりも貴様との戦いが消耗。いざ。どうだ、これで貴様の素早い動きは封じたも同然。苦し紛れの電撃がわしに通用すると思うか？会えないよ、ガリ。手術は成功だ。ありがとう。いや、彼が助かったのは応急処置のおかげだよ。君が自分の生命維持装置をバイパスさせて彼の首につなぐ起点を効かせなければ、酸欠で彼の脳細胞は破壊されてしまうところだった。私じゃないの、繋いでくれたのはチレンよ。チレンが？そうか、彼女が。何？ユーゴが死んだ？ええ、ハンターに襲われ落雷にあった。儲け損なったよね。ガリア、どうした？それが一向に手がかりがつかめなくって。この町は広いわ。気長に探してみるしかないよね。それじゃあ。ああ、待ちな。今すぐザレムに送ってやるぜ。ユーゴは騙されたんだ。金を積めばザレムへ行けるなんて話はデタラメさ。地上からザレムへ行く手立ては皆無なんだ。昔ザレムの人間だった僕が言うんだから間違いない。僕の額のマークはザレム市民だった刻印なんだ。
ガリー、すぐユーゴを連れ戻すんだ。なんだてめえは。ユーゴを騙したな。無邪気にザレムに行けるなんて信じる方が悪いんだ。そうまでして金が欲しいか。こんなものを稼ぐためにユーゴは一生を台無しにしちまったんだ。機嫌をどうした。これは生体標本。これが試練か。ザレムから毎月一人分要求してくるのさ。どう使うのか知らねえがな。待ってろザレム、今行くからな。ねえ、ここへ男の子が来なかった。あのチューブに登ったし、ここは立ち入り禁止区域だじゅ、立ち去るじゅ。このフィンは何？ネズミ返しの防御リングだじゅ。登ってくるネズミを防ぐため、ザレムから落ちてくるようになってるじゅ。街になんか、俺はずっとここにザレムのそばにいるんだ。俺が生まれてきたのは間違いだったんだ。世界にとって俺は不必要な人間なんだ。弱虫、クズ鉄町とザレムだけが世界じゃないわ。私はたった一人のユーゴが必要なの。一緒に探そう。生きる道はきっとある。そうしよう。さようなら。